The history of the Holy Cross is not as old as the crucifixion of Jesus Christ, or, according to Wikipedia, it is not older than 2nd or 3rd centuries or 4th century when the Empress Helena, mother of Constantine, the first Christian emperor of Rome, traveled to the Holy Land in 326 to 28.The Empress Helena discovered, by a miracle, the hiding place of three crosses that are believed to be used as a crucifixion of Jesus and of two thieves. The cross is now named the True Cross.
キリスト教でいう十字架の歴史は、ウィキペディア百科事典によれば、紀元後にないし3世紀以前には遡れないそうです。また、ローマ皇帝の中では最初のキリスト教徒として知られているのがコンスタンチン皇帝です。そのコンスタンチン皇帝の妻のヘレナは、紀元後326年から328年にかけて聖地を訪問していますが、その時ヘレナは奇跡的にイエスが貼り付けにされた十字架を発見したと言われています。これが現在、キリスト教徒たちによって真の十字架と呼ばれている十字架です。What is a holy cross for human beings? 広瀬林、浜松り、ジャパン。キリスト教といえば十字架。十字架といえばキリスト教。今日はその十字架について考えてみたいと思います。で、結論を先に話しておきます。キリスト教イコール十字架と広く考えられていますけども、十字文様なるものはですね、イエスが処刑されるより以前、はるか昔にすでにこの地球にはあったということです。つまり、十字文様の十字架は、キリスト教だけのものではないということですね。つまり、キリスト教イコール十字架。しかし、十字架イコールキリスト教ではないということです。で、私たちは十字架を見ると即キリスト教と結びつけて考えがちですけども、エチオピアのラリベラを例に挙げるまでもなく、必ずしも十字架イコールキリスト教ではないということです。それを順に説明していきます。で、キリスト教でいう十字架の歴史についておさらいしておきたいと思います。冒頭でも言いましたように、ローマ皇帝の中では最初のキリスト教徒となったコンスタンチ皇帝のその母のヘレナはですね、紀元後326年から328年にかけて聖地を訪問しています。その時にヘレナは奇跡的にイエスが貼り付けにされたという十字架を発見しています。それとて4世紀のことなんですね。で、十字架というものがですね、キリスト教のシンボルとして使われるようになったのは、少なくともと言いますか、2ないし3世紀前後だと言われています。それ以前には、十字架というものはなかったということになります。そこをしっかりと確認しておいていただきたいと思います。で、十字架がキリスト教の信仰の中で重視されるようになったのは4世紀以降であるということです。少なくともイエスの処刑直後から十字架があったというわけではないということです。一つ外堀を埋めておきます。ウィリアム・シェイクスピアです。シェイクスピアはですね、1616年に亡くなったということになっています。その7年前に14行詩の詩集を発行しています。これがその詩集です。シェイクスピアズと書いてありますね。14行詩、ソネッツです。で、1609年にこの詩集が発行されています。14という数はですね、いわゆるミトラ教の非数学ということになります。7×2 ということなんですね。で、この 7×2 の7に注意してください。その流れは現在のニューヨークの自由の像の光線へとつながっています。ミトラの光線の数も7本です。そして自由の像の光線の数も7本です。そしてその流れはフリーメイソンリーへとつながっています。つまりシェイクスピアはフリーメイソンリーであったということになります。そしてその刺繍のトップのところには7本の光線を持った子供の絵が描かれています。この丸で囲んだ部分に注意してください。子供が描かれています。そしてその子供の頭には7本光線もしくは花びらのようにも見えますけども、7枚の光線もしくは花びらが描かれています。
つまり、このような形でシェイクスピアは自分の立場を鮮明にしたということになります。7. なわち、ミトラの光線の数、そしてその流れは、自由の像の光線の数へと繋がっています。7.7.7 で構成されています。自由の像というのは、全体に見ても、至るところで7の倍数、あるいはミトラの比数学が使われています。まあ、それについては別のところで紹介しましたが、そのシェイクスピアがですね、フラターニタス、すなわち UI という組織を立ち上げます。フラターニタスイコールフリーメイソン。フリーメイソンイコールフラターニタスと考えても間違いありません。まあ、外郭団体、組織的には現在は外郭団体ということになりますけども、フリーメイソンに入ることをフラターニタスに入ると、まあ、英語でも言います。そのフラターニタスの紋章に、実は十字架が描かれています。ウィリアム・シェイクスピアの立ち上げたフラターニタスです。そのフラターニタスの紋章にはですね、十字架が描かれています。フラターニタス、つまり UI という名前の組織ですね。で、私はメルボルン大学のインターナショナルハウスに留学していました。これがそのインターナショナルハウスの紋章ですけども、このインターナショナルハウスの紋章の下にフラターニタスと書いてあります。すなわち、フリーメイソンの外郭団体であるフラターニタスということになります。組織的には独立した組織ということになっています。で、フラターニタスといえば、ウォルト・ディズニーがいます。ウォルト・ディズニーはフリーメイソンのメンバーではなかったと言われてますけども、フラターニタスのメンバーであったことには間違いありません。33、すなわち、フリーメイソンにおける最高階級の番号が当てがわれています。そして、まあ、右は、ディズニーランドのホンティッドマンションの紋章ですね。そして、ウォルト・ディズニーは、自分の立場を自分の作品の中で表現しました。まあ、こうした絵を通してですね、ウォルト・ディズニーは自分の立場を鮮明にしたということになりますが、つまり、ウォルト・ディズニーはフリーメイソン以上の、と言いますか、メンバー以上のメンバーであったということがこれでよくわかります。三角形、ピラミッド形ですね。そして、目が書いてあります。ウォルト・ディズニーは、フラターニタスのメンバーであったということには間違いありません。しかし、フリーメイソンにおいてはですね、メンバー以上のメンバーであったということになります。33という数字がその証拠の一つということになります。フラターニタスのメンバーであったということです。で、まあこうした、まあ目立たないところにですね、例えば三角形のピラミッドと、そして、Eye of Providence、摂理の目を書いたということになります。まあ、キリスト教徒側の方では Eye of Providence と言いますけども、もともとは Eye of Prometheus です。Prometheus です。まあ、Prometheus の目というふうに言われています。まあ、それではまずいということで、カトリックの方では Eye of Providence、なわち、摂理の目と言い換えています。この絨毯にも明らかに、その、まあ、目そのものはですね、イルミナティの目ということになりますけども、現在はフリーメイソンのシンボルマークとしても使われています。フラターニタスの紋章の中で使われている十字架と同じものが、イエスの洗礼の中に描かれています。1500年後のイエスの操り人形画家であった、レオナルドが描いたとされるベロッキオもそうですけども、イエスの洗礼です。その中に同じ十字架が描かれています。この黄色い枠の部分に注意してください。この時まだイエスは処刑されていませんので、キリスト教でいう十字架とは相入れないものだと私、林浩司は主張しています。この左のイエスの洗礼の中に描かれている十字架と、フラターニタスの紋章の中に描かれている十字架と比べてみてください。全く同じです。全く同じです。
つまり、イエスがですね、処刑される前にすでにこのような十字架はあったということになります。で、中央が三位一体の十字架ということになります。Trinity Cross と呼ばれているものです。比較してみてください。特に十字架の先のところの、まあ、形に注意してください。まあ、三つ葉のような模様になっています。そして、カトリックの方では、処刑されたイエスをこの上に乗せています。つまり、こうした十字架ができる以前に、すでに十字架はあったということになります。で、そのルーツはどこかといえば、サバディオスに行き着きます。フリジア、トリニシアの古代の神です。神の原点と言っても良いかもしれません。これがサバディオスです。サバジオスとも言います。頭にフリジア帽をかぶっています。ザラスストラもフリジア帽をかぶっています。そしてミトラもフリジア帽をかぶっています。フリジアというのは中部トルコの古名です。まあ、これが私は原点だと判断しています。つまりこの神が神の中の神の神であるというふうに林博氏は判断しています。そしてこのサバディオスは独特なハンドサインをしています。薬指と小指を曲げています。そして残りの3本を伸ばしています。それと同じハンドサインを持った像をですね、1500年後のイエスの操り人形であったレオナルドが表現しています。で、左の下の人物はですね、ひょっとしたらサバディオスかもしれません。あるいはイエス自身かもしれません。今、まだペンディングにしてあります。そしてこのサバジオスのジオスがですね、後のゼウスの語源にもなったというふうに言われています。ディオニソスの語源にもなったとも言われています。ともかくも神の中の神ということになります。そのサバジオスをもう一度見ていただきたいんですけども、サバジオスの絵の中には蛇が表現されています。木に絡みつく蛇を見てください。そしてサバディオスの手にもその蛇が表現されています。指の間に蛇が絡んでいます。この蛇が先ほどお見せしましたフラターニタスの十字架に絡んでいる蛇とつながっていると私、林博氏は判断しています。少し回り道をします。岩窟の聖母です。向かって右側。下にいる子供に注意してください。この子供は、やはりサバディオスのハンドサインをしています。薬指と小指を曲げて3本伸ばしています。で、私はこれがジーザスではないか、あるいはひょっとしたらジーザスの上位の神であるサバディオスではないかと判断しています。同じような絵を1900年代の前後のウィリアム・ブーグローが表現しています。まあ、こうした聖母子像を何枚か描いてますけども、この手に注意してください。やはり薬指と小指を曲げてサバディオスの手を表現しています。このようにして遠い遠い昔と現在へと現在とはつながっているということですね。すなわちサバディオスとは関係があるということです。さらにもう一つサバディオスと、1500年後のイエスの操り画家であったレオナルドと関係していることを皆さんにお見せします。これは糸車の聖母と言われています。これは糸車なんかではありません。サバディオスの杖と比較してみてください。全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。このように、まあ、この中に表現されている、まあ、イエス、もしくはヨハネということになるんですけども、ひょっとしたらこれはイエスではなくて、ヨハネということになるんですけども、やはり、まあ、このようにして繋がっているということですね。決してサバディオスと、まあ、なんて言いますか、イエスが繋がっていないということではないということです。まあ、このように、まあ、つながっているということです。注目をご覧ください。そして、イエスの洗礼の話に戻ります。で、ここが重要ですから、もう一度ここを確認してください。ここに十字架が描かれているということですね。この時まだイエスは処刑されていませんので、いわゆるトゥルークロスではないということになります。左がフラタニタスの紋章です。そしてその表現の仕方は全く同じであるということですね。そして左のフラタニタスの十字架には
蛇が絡んでいます。その蛇というのは、サバディオスの、まあ、向かって右側に立っている木に絡んでいる、まあ、これ生命の木というふうに考えられます。まあ、下の方にですね、赤子を抱く母親が描かれています。Life, Tree of Life ですね。そして、ここに蛇が絡んでいるということです。こうして、繋がっていくということになります。繋がっているということになります。で、イエスが処刑される以前の十字文様は何かということになります。私はニビルの星を表したシンボルマークではないかと判断しています。by 林博士説です。ニビルが描かれています。古代においてはニビルが、まあ、太陽系の中心部に接近し、地球でもこのようなように見えたというふうに考えられます。それが十字形になったと林博士は判断しています。そしてそれがイエスの洗礼の中の十字形として表現されるようになった。そしてそれが、まあ、ローマンカトリックの方では、三位一体の、いわゆる、まあ、クロス、ホーリークロスとして表現されるようになったと考えています。で、右の方がサバジオスです。この絵の中には、十字形の文様は描かれてませんけども、その十字形に蛇を絡ませたのが、フラタニタスの紋章となったと、私、林博士は考えています。こうして、まあ、結果的にですね、形が似たということになります。あるいは、右のフラタニタスの紋章をですね、そのまま流用して、コピーして、一番左の三位一体の、我々の十字架が生まれたというふうに考えられます。で、結論ということになります。つまり、十字架で表現されている十字形の紋章は、イエスが処刑される以前より、はるか昔からあったということになります。そして、まあ、十字架といえばキリスト教ということになりますけども、十字架イコールキリスト教ではないし、キリスト教イコール十字架ではないということになります。そして、ここが重要ですけども、十字形を見たらですね、それは必ずしもキリスト教のシンボルではないということになります。その一つの例が、エチオピアのラリベラの教会の屋根に描かれる、照れる十字形ということになります。これがニビルを表す、まあ、紋章であるということを、この続く動画の中で説明します。人間にとって十字架、つまり十字形で表現されている十字文様は何であるかということですね。その答えが続く動画の中にあります。興味のある方はどうかご覧になってください。バイ。When we had dinner each time, we prayed to the heaven at International House, Melbourne University, Australia, like this way. For all these good things, we give thanks and ask a blessing on this house. Amen. I, Hiroshi Hayashi, however,did not know at that time in 1970 when I was a student there that the International House was very closely associated with fraternity or Freemason. The fraternity is administratively organized into independent grand lodges, each of which governs its own Masonic jurisdiction, which consists of subordinate lodges.But my experience there has provided me with a key to solve the mystery of the Holy Cross. メルボルン大学のインターナショナルハウスで夕食を始める前には、私たちは毎回天に向かってこう祈りを捧げました。これらすべての良きものに感謝し、このカレッジに祝福あらんことを、アーメンと。しかし私、林博士は、1970年当時、そのカレッジがフラターニティ、つまりフリーメイソンと深く関わっていたことを知りませんでした。フリーメイソンからは独立した別組織でしたが、フラターニティはまさにフリーメイソンの組織そのものでした。が、そのハウスでの経験が、十字架の謎を解く重大な鍵となりました。広島林浜祭り、ジャパン。
フラターニティ、つまり友愛という意味ですが、そのフラターニティを創設したのはウィリアム・シェイクスピアだと言われています。1564年から1616年です。そしてウィリアム・シェイクスピアは1609年に14行詩の詩集を発行しています。これがその詩集です。その詩集の上に7本の光線を持った子供が描かれています。7本の光線です。つまり、このような形でウィリアム・シェイクスピアは自分自身がミトラ教の流れを組むフリーメイソンのメンバーであることを示しています。そしてその精神は現在の自由の像へとつながれています。それはともかくも、ここで重要なことは、ウィリアム・シェイクスピアがフリーメイソン D であったこと、そして、フラターニティという組織を創設したというその事実です。フラターニティです。友愛です。その言葉に注意してください。フラターニティ、友愛です。私は1970年、東京商工会議所の日豪経済委員会というところから奨学金を得て、現在の美智子皇后陛下のお父さんの正田秀三郎氏の世話になり、メルボルン大学に渡ることができました。その当時撮った写真がこれです。このインターナショナルハウスは全世界から王族、皇族の子弟たちが集まっていました。私のフロアにも各国の皇太子、王子が住んでいました。今から考えますと、夢のような生活だったと思います。当時、メルボルンの人口は300万人でしたが、日本人の留学生は私ただ一人だけでした。日本はまだまだ貧しい国でした。そして、身元引受人、つまり後見人がないと正規の留学はできませんでした。その後見人に正田秀三郎氏になっていただきました。まあ、当時はですね、写真を撮って記録を残すという意識はほとんどありませんでした。ですから、このような古ぼけた写真しか残っていませんけども、これが私自身の一部であることには間違いありません。そのインターナショナルハウスは、実はフリーメイソンと深く関わっていました。これが1970年当時の私です。これがインターナショナルハウスの紋章です。中央のフラターニタスという単語に注意してください。一度友人にその意味を聞いたことがあります。友人はこう話してくれました。ラテン語で友情という意味だよと。が、しかし、その奥にはもっと深い意味がありました。そして、そのフラターニティという組織は、こういう形で表現されています。ここにはフラターニタスと書いてありますね。そして、十字架が描いてあります。それを分かりやすくしたのが、この図と思われます。中央に十字架が描いてあります。しかし、これは今までの流れとは、矛盾するものです。キリスト教でもないフリーメイソンが十字架を描いているというのです。そのヒントはゼカリア出陳の表した本の中にありました。この挿絵に注意してください。この赤い枠の中に注意してください。これはニビルを表すシンボルマークだというのです。中央の十字のマークに注意してください。ゼカリア出陳は12番目の惑星のシンボル、十字形が描かれていると説いています。つまり、十字形はニビルのシンボルだというわけです。もう一度ここを確認してください。ここが重要です。つまり、
十字架のこの文様はですね、キリスト教が生まれるはるか以前からこの地球の上にあったということになります。他にもニビルを意味する十の字の記号はあちこちで使われています。この円筒印象の中央にもそれが描かれています。中央の十の字に注意してください。ニビルです。そしてこのような形で光り輝くニビルを表現したものもあります。さらに、紀元前3200年の地層からは、このようなランドマークも見つかっています。中央の十の字に注意してください。二重の枠で囲まれています。ニビルです。そしてそれと同じものが、ラリベラの教会の屋根に描かれています。中央に十の字があり、周りを二重の枠が囲っています。全く同じです。全く同じです。その間には4400年という年月が流れています。つまり、十字架のマークは、紀元前、はるか昔からあったということになります。となると、カトリック教会側が使っている十字架とは何かということになります。オーソドックスな十字架をいくつか集めてみました。十字の木の台の上にイエスが貼り付けになっています。これらがカトリックのオーソドックスな十字架ということになります。で、調べてみました。ローマ時代にはこのような台があったのかどうかということですね。それについては、いろいろな学者が詳しく調べています。これもその中の一つですけども、基本的にはローマ時代には十字架の台はなかったということです。あえて言うならば、T 字型、英語のアルファベットの T 字型の貼り付け台であったようです。この論文はそれを説明したものではありませんけども、この論文の中に描かれている貼り付け台は十字ではなくて、T の字になっている点に注意してください。そして、この赤い線のところにそれが書いてあります。ローマ時代にはこれが普通に使われてた貼り付けの仕方であると。そして、その上の方にはですね、その罪人の、説明をした文言が書かれていたそうです。こんな絵も実際に中世以後に書かれているわけですね。T の字をしている点に注意してください。つまり、元々は十字形ではなく、T の字の形をしていたと考えられます。左はローマ時代の貼り付け台を表現したものです。こうしたものが発掘物として見つかっているわけですね。十の字でない点に注意してください。となると、現在私たちが知っているカトリックの十字架は、どこから来たかということになります。謎が深まります。ここで神々の歴史を簡単におさらいしておきたいと思います。アフラ・マズダーです。それを信奉してザラストラがドラスター教を起こします。その流れの中でミトラが誕生し、ミトラ教が生まれます。ミトラは12月25日、馬屋で生まれています。母アナヒーターは処女解体です。共にフリジア帽をかぶっている点に注意してください。トルコ中部の古名です。ミトラ教はそこで生まれました。そしてそのミトラ教の日数字が7です。7本の光線に注意してください。その流れが現在の自由の像へとつながっています。7本です。つまり、このような形でミトラ教が生まれたわけですけども、それに対して危機感を抱いたのか、イシュターとシャマーシュがキリスト教を起こします。これはバビロニアに残るバウンダリーストーンですけども、中央頂点にイシュターが立ちます。そして向かってその右側にシャマーシュがいます。この
黄色い枠に注意してください。八方向に伸びる金星、これがイシュターのシンボルマークです。そしてその右、太陽の紋章がシャマーシュの紋章です。こうしてキリスト教が生まれました。もちろん、替え玉を立てて活動しました。その流れは左はフリーメイソンへとつながり、右はキリスト教へとつながり、やがてローマでチャーチオブローマとなって、現在のバチカンへとつながっています。で、ミトラ教とキリスト教を比較しています。こうして読んでいただくとわかりますように、キリスト教はミトラ教をそっくりそのままコピーしているのがわかります。ミトラ教の方が500年ほど早いという事実を忘れないでください。キリスト教はその500年後に生まれたということです。馬屋で生まれています。12月25日、それから奇跡も全く同じです。12星座、12使徒です。ミトラの勝利日を春分。キリスト教では復活祭としました。パンとワイン、同じです。地下洞窟、同じです。バプティズムも同じです。競技も同じです。メシアというのは、変音、ミトラの変音した言葉です。守備は日曜日。神父をファーザーと呼ぶ、同じです。ただ、父親が違います。ミトラ教はアフラマザーです。しかし、キリスト教の方ではエルシャダイというだけで、不明です。全知全能の神というだけなんですね。そして、肖像画も、同じです。左がザラストラ、右がイエスです。カッパドキアに最後のものが残っています。そしてミトラは太陽神で、イエスは光ということになります。そしてここが重要ですけども、共に祈りの後に、アーメンと言って、手を切ります。やってみます。上下、これはカトリック方式です。左右、もう一度やっています。上、下、左、右です。もう一度やってみます。上、下、左、右です。十の字を切っていることに皆さんはお気づきかと思います。もちろん、カトリックの方ではこれを十字架を表したものだと表現、意味説明しています。あるいは、私が調べたところですね、上は天、そして下は地、天と地を切って人間とのつながりを表していると説いているブロックもあります。意味は重要ではありません。で、もう一度ここを見ていただきたいんですけども、ミトラ教、そしてキリスト教ですね。そのミトラ教の流れを組むフリーメイソン、そしてフラターニタニの紋章が下です。そして右の方はキリスト教で使う十字架です。となりますと、フラターニティのその十字架は、私はニビルから来ていると判断しています。ニビルのシンボルマークがですね、現在にこのような形で残っているということになります。そして、それをやはりコピーして、右のキリスト教の十字架とつながっていると考えるのは、ごく自然なことではないでしょうか。もう一度、このフラタニティの紋章を見てください。そして上にはフラタニタスと書いてありますね。友愛です。そしてそれがキリスト教の十字架となっている。すべてコピーですから、この十字架もコピーしたと林浩氏は考えています。その証拠がインターナショナルハウスのこの紋章に残っていました。そこにはフラタニタスと書いてありました。私は1970年当時、その意味を知りませんでした。つまり、フリーメイソンの、わかりやすく言えば、外郭団体であったということになります。もう一度やっています。これは、
2ビルの十字を切ったものと林博士は判断しています。もう一度やっています。2ビルの十字をこのような形で切ったものと私、林博士は判断しています。それ、わかりやすく言えば、遠い遠い太古の昔、空に浮かぶ2ビルに向かって当時の人々は胸で十字を切ったものと考えられます。私、林博士はそのように判断しました。そしてその流れが現在のキリスト教の十字架へとつながっているということになります。その謎を解く鍵となったのは、あのインターナショナルハウスでの言葉です。For all these good things, we give thanks and ask a blessing on this house. Amen. これらすべて良きものに感謝し、このカレッジに祝福あらんことアーメンと。どうしてそこでアーメンと言ったのか、それを考えていったら、このような謎解きになりました。Bye for now. Thank you.